俺のね、相撲友達がね、相撲友がいるんだけど、うん、まあそのこう貴景勝関のお母さんと昨日たまたま一緒に見てたと、うん、NHK 見てた方は分かるんですけど、お父さんしか抜かれてないのよ、うん、昨日ね。まあそういう初優勝とかってその親が抜かれるんだけど、うん、昨日カメラでね、そう、うん、お父さんが一人で抜かれてたのずっと、うん、だからお母さんどこ行ったんだみたいな話になってて、うん、そしたらそのお母さんはそのお父さんこっから見てたとしたら、お母さん逆側から見てたの。しかも逆側の上からね、逆から見てたの。そうそうそう、それでその相撲友達とこう終わった後こうハグしてよかったですねってなったんだけど、でなんでこう逆側から見てたと思う。貴景勝関にそのプレッシャー与えないため、あ、両親見て、あ、そうそう、両親で見てると、あ、でもちょっと近い、ちょっと近い、思わせないため、ちょっと近い、こうお父さんがこっちから見てる。で貴景勝関はさ、まあ、取り組みだからさ、あ、まあ、相手こうやって、うん、こう塩取り行って投げてこうやって、で何回も塩取り行ってこうやるじゃん、でこうやって最後戦うんだけど、はいはいはい、ここでお父さんと目が、はいはいはい、で塩取り行く時にはお母さんと目が、だからどこを見ても私たちが見てますよっていうメッセージなんじゃないかという、かという推測。ちょっと待って待って、ダメダメダメ、かという俺の相撲友の推測。でもちょっと待って、こんな素敵な推測ありますか。ちょっと待って、推測なの。素晴らしい、俺はでも推測というか、もうこれを事実にしていいんじゃないかなと思ったよ、もうこの推測。うわ、事実よりも素晴らしい。ちょっと逆だった。でも、うん、なんかそう、俺はそう思ったけどね、うん、なんかまあその情報、その報道ではそのもうドキも見てられなくて会場うろうろしてたんですって言ってたけど、ああなるほどね。でもそういう、もう緊張して、そうそうそう、お母様はね、だって優勝決定戦かなんか、いやもうその決まってたの、いや、そう、本割で勝って相手にプレッシャー与えるって場面だった。ああなるほど、ね、か勝たないともう本当にあっちが勝ったら優勝されちゃうから、あ、勝たないといけないんだけど、そこはねやっぱ素敵だなっていうね、やっぱ俺の相撲友がね、相撲友はやっぱり、やっぱ粋だなと、相撲見てるだけあって粋だなと思って。いや直接聞きゃよかったよ、そのお母さんと一緒に見てた。お母さんそれはなんかさ失礼じゃん、やっぱりそのね、いろいろこう身内から来たって、行きたかったんだろ、推測のこれのまま行きたかったから素敵だからね、そう、否定されないようにその聞かなかったんだろ、本当は推測がね一番いいんですよ、結局こういうのはね